6月9日火曜日だ。気分爽快ベジータサイヤの今日も PON。 今日もベジータサイヤだ。今回は SH フゲアーツカカロットの身勝手の極意に対応する交換用紙パーツの動画だ。こんな小さいパーツだが利用価値はあるだろうか。よろしければ最後まで見てくれ。以前カカロットがこれと同じ形の黒色の動画を作ったので、まあ使用用途はまあほとんど同じなので、今回は簡単にいくぞ。で、この商品は中国郵便で届いた。この商品とこの商品2つ同時に買ったの で、ちなみにこのパーツはこのエアパッキンで包まれた状態で来た。いや、これはもう紙が銀色になっている。まあ、つまりこれは身勝手の、まあ、カカロット専用の、まあ、交換用紙パーツで、こちらは、まあ、本家の、まあ、SH フギアーツバンダイスピリッツの孫悟空身勝手の極意のものである。これに顔をはめてみる。まあ、はめ具合は、まあ、良い。ちょっとボケとか、まあ、こんな感じ。こんな感じですね。まあ、よかんのか。でも、これは向かい風。向かい風をイメージした、まあ、髪型だな。まあ、という、まあ、簡単な、ただそれだけのパーツだ。でも、これは、まあ、しっかりと銀色塗装されているので、まあ、これは良い。ドミニカルフィットの身勝手の極意のパーツはひどかった。あれはピッコロが作ったな。あれはしっかりとなんか銀色は塗装されてなかった。さあ、交換用紙用、この本体に、まあ、合わせてみる。これもすんなりと入ったぞ。ピンバイスで加工する必要性はない。まあ、これは、あ、ちょっとここはめる声が。隙間ができてる。しっかりとはめないとできちゃうのか。ちょっと隙間が、まあ、後でちょっと微調整しないといけないかもしれない。まあ、こんな感じ。まあ、横から、あれ、黒色と違ってちょっとはめ具合が悪いんだろうか。黒色の紙のやつはカカロットが作ったんだけど、この時はしっかりできたね。この隙間ができてしまうので、ちょっとこれは各自でちょっとまあ加工するなりしないといけない。俺様が頼んだのはこのパーツだ。で、なぜか商品名が2敵 SHF 身勝手の極意アクションフィギュア改造用パーツ1899円となっている。これをこれはなぜかここにアダルトと書いてある。まあ、この時はちょっと画面は出なかったが、あなたは18歳以上ですかという、そういう
画面が出てくる。なぜかこの出展者は年齢制限を設けて18歳以上じゃないとこのパーツは買えないという不思議な設定をしている。今日も本日開店、こんなシーンはアニメやコミックではなかったと思うが、まあ俺様が適当に並べてみた。エフェクトパーツはアルティメット孫悟飯に付属のものを使用。こうして回転してみると正面からはいいのだが、側面から見るとやっぱり隙間が目立つ。黒色のものはそんなに目立たなかったが、なぜかこちらの銀色はちょっと画面合わせがちょっと悪い。この銀色の交換用紙パーツ、黒色に比べてさりげなく300円値上がってる。塗装変更しただけで300円も上げるんだろうか。製品の姉妹製品、黒色バージョンで、これはカカロットの地球育ちのサイヤ人の交換用顔パーツをつけている。このパーツはカカロットだけだと思うが、そんなことはない。実はこういう使い方もあるんだ。極ブラックにもなんとこれ顔パーツがぴったりとあった。これ横から見て、なぜか黒色はこれぴったり合うんだけど、この銀色はちょっと隙間がちょっとある。でこのように実は極ブラックでも使えるということが最近分かった。今日ポン。というわけで今日の俺様の動画はこれで終わりだ。黒色のやつは交換用顔パーツがしっかりはまったが、今回のアイテムは隙間が多かったのが残念だった。ただの入れ替えアイテムなのにはまり具合がいまいちだ。さっきも言ったが、これは見ているやつらも現物合わせで加工しないといけない。今日はここで閉店だ。またな。